ワンピースのキャラって意外とでかいんですよね。白ひげが7メートルくらいあったり、巨人でもないのに大きいやつたまにいる。なんか変じゃないですか。特にかつて存在してたキャラの方が大きくなる傾向にあって、今の人たちは小さいんですよね。他の漫画と比べてもちょっと不自然に身長ありますよね。なんなんですかねこれ。あ、そんなことよりベガパンクに考察パクられました。ベガパンクによれば、この先の未来、世界は海に沈む。もう1年以上前の動画、このマジでわかっちゃいましたゼロもう合わせて見てほしいところなんですが、ワンピースの世界にはね、海面が上昇してる伏線ってのがたくさんあって、ワノ国が海底にある。かつて世界と接してた。ロングリングロングランド島での解説。海の中にあるインペルダウン、こんなのどうやって作るんだ。本当はここ海じゃなかったんじゃないか。水位の上昇が鍵になるなら、悪魔の実の能力者が泳げないという謎の設定にもようやく意味が生まれます。って話をしてきたんですが、覚えてますか。人魚が遊泳速度一番って話とか、溺れてしまう人々を助けるための箱舟ノアも回収できるし、最後大事な青生地が海面上昇した時に海を凍らせてくれるとか、たくさん話してきました。世界が海に沈んじゃうんだから、そりゃ天竜人たちも高いとこに住むわけだ。リリーからの手紙もこれ隠されてるけど、沈みゆく世界ですよね。こうやって全部辻褄合うなと。で本題なんですけど、ドロピザはなんで海面上昇するって言ってました？ポールシフト。惑星の軸が動いて海面が上昇するよと。今回ベガパンクの研究がクローバーに並んだわけですが、クローバーは惑星の模型を置いてたし、五老星たちの名前が惑星であることを考えると、やはり惑星自体にトリックがある。で、線もまだ正しいのですが、実はね、あのポールシフトの動画を出した時にね、海面は上昇する。なんでポールシフト。このポールシフト以外の海面上昇する理由、他に4パターンあって、ドロピザ的に一番面白かったのがポールシフトだから、ポールシフトの動画を出したんです。あと4つ用意してあるので、他の4パターンの海面上昇の中でもドロピザ的に面白いものを紹介します。これでもまだ一応つじつま合うので、本編で答えが出る前に別パターンも楽しんでいってください。どうぞ。海面がなぜ上昇するのか。地球収縮説。プレートテクトニクスって聞いたことありますか？はい、私たちの住む地球を思い浮かべて。今私たちの住む地球にはいくつか大陸がありますよね。でもこれらって元は一つだったんです。一つの大きな大陸があって、それが割れて移動していった。 OK？ 地球膨張説って考え方があって、地球がどんどん膨張していったから、一つの大陸が割れて今みたいに複数の大陸に分かれたと。なんとなく想像つきません？膨らんでいくから、こう大陸が割れて移動していくみたいな。これが我々が住む地球における有名な説、地球膨張説。一番最初に一つの大きな大陸があった。それをパンゲアって言います。え、パンゲア？天竜人がいるのはパンゲア城ですよね。ここでパンゲアって名前が出てくるのおかしくないですか？ズバリ、ワンピースの世界では地球膨張説の逆、地球収縮説。ルフィたちが住む青い星が収縮していってる。小さくなっていってる。実はこれで全ての辻褄が合うんです。我々の地球では一つの大きな大陸、パンゲアが割れてバラバラになったけど、その逆、青い星がどんどん小さくなっていって一つのパンゲアに戻る。バラバラだった土地が一つになっていく。ワンピース。
惑星が小さくなっていくんですよ。でも海の水の量は変わりませんから、そりゃ全部海に沈むわけだ。ウォーターセブン編で年々地盤沈下していってるって証言もありましたもん。この惑星にはこれ以上いられない、他の星に移動する必要がある、テラフォーミングってやつですね。だから天竜人たちは宇宙服みたいな服着てるんだと思います。土地を求めて他の惑星を探す、これをエネルという神がやってたのヤバすぎです。しかもちゃんと五老星の名前は惑星、他の星にテラフォーミングしなければいけない。世界が海に沈んだとしたら、あそこだけは沈みませんよ。鍵になるのは空島ですよね。全部つなげられます。ルフィたちが住む青い星はもともともっと大きかったということ。年々小さくなっている。惑星が小さくなっていくと何が起こるのか、いきますよ。重力が大きくなっていきます。惑星全体にぐっと重力がかかる。身長も縮みそうですね。惑星があります。で、人がいます。万有引力って知ってますか？質量を持っている全ての物体に作用する引力のことなんですけど、分かりやすく言うとこうやって引き合う力が働いてるんですよね。だから今皆さんはこの動画を見ていてもどこかに飛んでいかないわけです。地球と引き合ってるからね。この引き合う力っていうのがフォース。こうやって表せるんですよね。この M が惑星の質量、重さです。で、この小さい M が物体の質量、重さ。で、R が惑星の中心から物体までの距離です。G は万有引力定数ってやつで、今回 G、ラージ M、M は定数、変わらない数字なので無視していいです。つまり地球収縮説で半径が小さくなるとこの R が小さくなる、すなわち分母が小さくなるから F の値は大きくなるんですよね。小難しい話はどうでもいいよって人は、昔は惑星が大きくて重力弱い、今は惑星が小さくて重力が強いって思ってもらえれば大丈夫です。どんどん重力が強くなってきていると。ワンピース、昔の人たちは大きいんですよね。なんで昔の人たちが大きくて今の人たちが小さいんですか？そんなのおかしくない？重力が強まってるからでは？昔は押さえつける力が弱かったからキャラが大きい、今は押さえつける力が強まってきたから大きいキャラが減ってきた。例えば古代巨人族とか、わけわからんくらいでかいんです。古代のナンバーズがちゃんとでかい。800年前の主要キャラジョイボーイも大きいって話しましたよね。人魚姫もなぜかでかくて怪しい。イム様が見てた麦わら帽子も大きすぎる。巨人族は今も大きいだろ。いやだからやっぱ寿命長いんだって彼ら。昔のキャラの方が大きい傾向が明らかにあるんです。ワンピース読者の皆さん、なんとなく気になってましたよね。いやビッグマムでかくね。はい、あれ子供みんな小さいし親も小さいんですよ。なんでビッグマムだけ大きいの？おかしい。明らかな覚醒遺伝。ワンピースでは覚醒遺伝の伏線ありましたから。昔の人たちは大きかったからたまに覚醒遺伝で大きい子が生まれる世界。昔のでかい人たちにとって太陽が近い。それがほら大事に描かれた。でかくてみんなシンプルに太陽に近かったから太陽の神を崇拝してたのでは。巨人イコール太陽だったし、 D の一族はみんな帽子かぶってますしね。
歴史が深い国を見てくださいよ。ジャヤの黄金鏡、でかすぎ。和の国には不自然なほどでかい建物。かつて栄えたのは巨大な王国ですよ。パンゲア城の扉を見てください。イム様の10倍くらいあるんです。この人の王冠、妙に長いと思いませんでした？マントもほらやけに大きすぎる。ずっと一人で生き続けてるイム様も、もともともう少し大きかったのでは？縮んでしまった。この青い星、惑星が収縮するから。伸び縮みするゴム自体が伏線なんです。